車を増やさずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト辻パフォーマンスです。今回は北京モーターショーオートチャイナに来ております。こんな感じというわけで、私初めて来たんですけれども、規模感がすごい。ちょっと一周雰囲気をお伝えしたいと思います。こんな感じで、もうなんか日本じゃ考えられないぐらいの会場の規模感、人もすごいっす。あとは若い人がめちゃくちゃ多い。というわけで、今回このオートチャイナ北京モーターショーで皆さんが思わず増車したくなるような新型のゲレンデだったりだとか、あとミニの新型なんかも出てるみたいなんで、その辺をじっくりたっぷりお届けしたいと思います。行ってみましょう。展示されてるのはこんな感じ。100社ぐらい出てるんですか？なるほど。おなじみ、日本でもおなじみミニとかワーゲンとか、あ、ベントレーとかも出てるんだ。ドリンザー。いや、とにかくすごい人と、この会場めちゃくちゃ広いですよね。さあ早速会場の中に入るとこんな感じ。今回は一般入場初日かなということで、もうめちゃくちゃ人が入ってるっすね。今10時半ぐらい、オープン直後なのにものすごい人が入ってるっす。さあというわけで、会場内が大変混雑していたため、今回は私モッティが一部ナレーションでお送りいたします。まずやってきたのは BMW ブース。ここではミニの EV モデルエースマンがワールドプレミアとなり、非常に注目されていました。エースマンはおなじみ3ドアモデルと SUV のカントリーマン、すなわちクロスオーバーの間を埋めるモデル。適度なサイズ感と5ドアの使い勝手の良さで、日本でも人気が出そうなモデルですね。ちなみにこのエースマン、ミニブランドの初 EV 専用モデルということで、今後のミニの EV 化を占う意味でも目が離せないモデルになりそうです。ミニの展示では他にも、日本で発売されたばかりの3ドア EV モデルも展示され、ブース全体が非常に賑わってた印象です。こちらはホンダ、中国ホンダブース。新しい車種がこれ今回発表になってるみたいです。これなんすか、 GT?そうですね。すごい、グリルがこんな感じで光ってて、カーボン、フォージドカーボンじゃないですか。あ、ドア自動なんだ。これちょっと帰ったら詳しく調べたいと思います。このバカデカブース、 BYD の日本でも最近おなじみっすね、ブースです。とにかくでかいし、このブースのお金のかけ方すげえ。で、まあ、BYD いろんな車出てるんですけど、うちのフォンド北京店長亮さん曰く、注目はこの奥のだよっていう。この奥が BYD のオリジナルで始めた高級車ブランド、まあ、だからトヨタで言ったらレクサスみたいな感じらしいです。それがびっくり。当然 EV なんですけど、高いのだとなんか3500万円、価格高級車ブランドトップを走ってるのが亮さん。これ何て読むんですか？ヤンワン。ヤンワン。ちょっとこれインサートで入れよう。ダメだ、これ取れない。さあ続いてやってきたのはメルセデスブースの隣接されているマイバッハのブースでございます。もうここは完全に入場が制限されてて、受付しないと入れないというわけで動画撮り放題です。これ外、これ今 G クラスの展示なんですけど、これ黒い壁じゃなくてスモークの透過率 2% ぐらいの完全に隔離されたリップルームに1台だけ展示されているこのマイバッハ、なんと V12、 僕らも完全にノーマークだったんですけど、こちら S680 ナイトシリーズっていうのが黒くするパッケージだったりとかっていうのは各メーカー出てますけど、まあ、それと同じ感じでヘッドライトがこの辺金色、そして各部も全部ブラッククロームみたいになってる。グリル、この辺のトリム、そしてこのホイールすごくないですか。これカバーみたいですけど、この間はプラスチックのカバーで全部マイバッハのなんかモノグラムみたいになってる。で全部各部ブラッククロームみたいにこんな感じで、だからこの辺のマイバッハのエンブレムなんかもブラッククロームになってる。こっちのトリュフもすごい。テールランプはこれスモークはかかってないのかな、かかってんのかな。そしてこれ中もすごくってこんな感じ。エアコンの吹き出しなんかも黒くなってたりとか、そのセンターのパネルもマイバッハのモノグラムになってる、専用のものになってるみたいです。そしてステップにはこんな感じでナイトシリーズ。さっき僕も聞いたばっかりなんで、日本に導入されるか全く不明なんですけど、これだいぶ人気出そうな気しますよね。
というわけでお待たせしました。 G クラスの EV EQG で来ると思ったら G580 で出てきたと。というわけでこんな感じで、で前が半分はみ出てるんで後ろから見ていきたいんですけど、リアこれ背面タイヤじゃなくってなんかボックスになってるっすね。そして G580 ということでフル EV なんですけど、ガソリン車の延長線上みたいなこんな感じの名前になったそうです。で下もリア版もこれ変わってるっすね。いろんなニュースサイト見たらバッテリー下が積んであるんですけど、それを守る目的でパネルがついてて、それがスキッドプレート、要は下回りの衝撃をガードしてくれる役割もあるみたいです。そしてリアの車軸に関してはこれ新設計、リジットアクスに関しては新設計だって言ってました。で1個注目なのはあの G ターンって言って、左右別々にタイヤを回転させてその場で車がこうくるって回れるっていう、まあそれはいろんなあの映像関係あるんで見ていただけると分かりやすいと思うんですけど、そういったのも使えると。あでしかもこの箱今気づいたんですけど、上半分黒く塗ってあるんで窓が背面タイヤレスみたいなデザインになってるんですね。そして大まかなデザインに関しては最近発表された後期に倣ってこの平べったいモール、あと前側にちょっとしたスポイラーがついてる、こんな感じで、モールは全部この薄いタイプになってるんですね。そしてモールだけじゃなくてこの窓のこの枠のところにもちょっとディフューザーみたいなこういったものもついてると。そして EQ エンブレム、あここに残るんだ EQ エンブレム。でついにサイドステップは黒くなりました。やりやがったなって感じですね。はい、あここダクトついてんだ。そしてこれちょっと前からですけど、この鍵穴が G になってる。そしてスマートキー、コンボートアクセスついてくると、あのついてない車につけるキット動画で最近ご紹介させていただきましたけど、純正でつけてきましたね。そして中はそんなに大きく変わってないのかな。 MBUX 多分対応になってて、この辺コントローラーが新しくなったり、ステアリングがこのおなじみのトンボになったりとか、あとエアコンの操作関係がちょっとリフレッシュされてる感じ、そんなに大きくは変わってない気がします。でドアのデザインだったりも一緒っすね。シートも一緒かな。でびっくりしたのはこれ見えるかな、見えますでしょうか、これリアにモニターがつくオプションパッケージ、これちょっと国内日本に入ってくるかどうかわかんないですけど、これも設定があるみたいです。で車重は 400D に比べるとなんか500キロぐらい重たくなってるそうなんで、だいぶ重たい、もうフル乗車荷物満載ぐらいの重量になってくるんで、まあその辺が走りにどこまで影響するのかと。ただまあこの手の車なんで隣でこんな感じで途半性能のデモもやってました。ここを45度まで行けるって言ったかな、デモでやってる感じです。いやーこれは結構ゲームチェンジャーになりそうな可能性感じますね。デザインもやっぱり今までのガソリン車と同じデザイン、まあ、全く同じじゃないですけどかなり近いデザインだし、やっぱりデザインの面で EQ ちょっとなって思ってた方も多分少なくないと思うんですよね。それを大きく変える可能性がある車になるんじゃないかなと。そしてご覧ください、この人、特にメルセデスブースは半端ないですね。人はどの車も非常に注目されております。こんな感じになっております。メルセデスは他にもたくさんの車種が展示されていました。その中でも注目は AMG GT63S e パフォーマンス。つい先日フルモデルチェンジした AMG GT63 がようやく日本に上陸したようですが、こちらでは早くもその上を行くAMG GT63S e パフォーマンスがワールドプレミアとなり、すごい人だかりになっていました。 V8 エンジンと電気モーターが組み合わされ、システム合計がなんと816馬力。0-100加速は驚異の 2.8 秒というとんでもスペックだそうです。新しいタイプのカーボンセラミックブレーキがついていたのですが、キャリパーの形状も変わっている気がします。さあ続いてやってきたのはランボルギーニのブース。ここ割と高級車多い、ロールスとかベントレーとか、あとランボ今回出してるってことで、なんかフェラーリは聞いたら中国と喧嘩中らしくって、あの別会場を借りて独自でやってるそうです。ランボブースはこんな感じで、天井もおなじみ六角形。そして展示されてる車はちょっとそっち側のご覧ください、無理ですいっぱいで展示されて車はウルス SE ということで、これハイブリッドモデル
結構デザイン変わったっすね。なんか後ろなんかの筋肉マンのロビンマスクみたいな。あの入れました。ダメだと思ったらあのボンドコネクションを使ったらなんとランボルギーニのブースの中に入れました。あのみんな入れなくてこんな感じで、はい、外から撮ってるんですけど、後ろだいぶ変わったっすね。これめちゃとんがってる。かっこいいな。これホイール新しいっすよね。そして前はだいぶ衣装が変わってデイライト付きのこの半周ちょっとか。そしてバンパーも S で Y がなくなったはずなのにまたこう復活した専用のバンパーになるのかな。こんな感じのバンパー。これボンネットも変わってる気がするな。予習してこなかった。これボンネットも変わってるよね。横線がこう入ってる。こんなデザイン。あ、中変わってるね。これ白い方とデザインは一緒で色違いかな。のホイール履いてて、わ、これすげえ色だな。めちゃくちゃメタリック。あ、これカーボンのオプションフルフルで入ってる。実車初めて見ました。これえぐいね。もうマンソリーじゃん。なんかやってることがカーボンメとかなんかもう中央に寄ったデザインで、もうなんかスーパーカーのエクステレデザインじゃないね。ハイパーカーだね。エンジンむき出しなんだ。はあ。オイルは22なんだ。へえ。インテリアもちょっとマクラーレンっぽいこうメーターが独立したデザイン。ステアリングもだいぶ進化してるな。これ GT3RS みたいじゃん。マットのカーボンで、まあ相変わらずこの蓋とシフトのこの辺はついてますけど、これすごいな。あのちなみにこんなふざけたあの格好でこのブースに入ってるのは僕だけです。なんか全体的な雰囲気はアベンタそのまんまって感じですけど、もうさらにそれがパワーアップしてる感じ。ヘッドライトとかもこうめちゃくちゃ立体的。これはすごいな。続いてやってきたのはこちら、なんとマンソリーのブースでございます。中国のディーラーが出店してるということで Google 翻訳こんにゃくで日本のディーラーだよって伝えたら、いいよ入って見てていいよって言われたんで動画でお届けしたいと思います。というわけでこんな感じ。ゲレンデのマンソリーコンプリート E720 全部仕上げられてるやつで、これエアロがついてるだけかなとか思いきや、ボンネットもマンソリーのボンネット、バンパー、ワイドフェンダー、こっちのフェンダー、ドアパネルまで全部変わってる。もう一回りゲレンデが大きくなってるキットです。あ、でしかもこれ多分本国コンプリートだな。内装も全部変わってます。こんな感じ。すげえ。でこの赤のカーボンが随所に、ドアハンドルとかも変わってて、そうそうそう、マフラーこう真横出しのマフラーで、ホイールインチはちっちゃいんですね。22か。この辺は道路事情とかもあるのかな。というわけでこんな感じ、一通りマンソリーのパーツがついております。そしてあの中国ディーラーは V クラスの需要が半端ないみたいで、他の展示車両全部 V クラスです。だからこれも全部マンソリーで作り込んであるやつなんで、オイルもマンソリー、内装も全部マンソリー。これやば。こんな感じで、これ天井も作り直したんじゃないかな。すごいことになってます。でこっち側も全部モニターがついて、家じゃんもう。こんな感じで他にもブース内のこれ普通の方入れないブースですけど、マンソリーのお客さんだろうなっていう人がはい、ファッション的に、はい、そういった方がたくさん見られます。でこっちもすげえ、これ全部マンソリーで張り替えられた V クラス、すごいな。この辺が、あ、これ全部作り直してあるシートとか、床もなんか見たことない床になってる。で当然外装も全部マンソリーのホイール、マンソリーのエアロパーツ全部仕上げられてると。わわわわ、ロールスのこれ移植してんじゃん。すげえ、すげえな。で全部マンソリーで、はあ、でしまえるんだちゃんと。はあ、すげえ。
何これ、だって床も全部作り直しあるよこれ。はあ、これすごいね。あ、ドアも全部マンソリーで、まあ日本でもやろうと思えば全然できちゃうんで、あの多分 V クラスもう 2,3 台ぐらい買えるぐらい多分お金かかりそうですけど、全部中とか作ってもらって日本に戻すっていうこともできそうです。こんな感じになっております。いやー、ボンドパワーでよかった。というわけでマンソリーブースをお届けいたしました。さあ、というわけで今回はこのオートチャイナ北京モーターショーの様子をお伝えしました。まあ、G580 のワールドプレミアということで、めちゃくちゃメルセデスブースも人が入ってたりとか、あとミニもワールドプレミアだったみたいで、まあ、非常に注目されるイベントだったようです。というわけでまだ編集してないんでどんな感じになるか分かんないんですけども、ショーの様子バッチリお伝えできたんじゃないかなと思います。というわけでモンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。